はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの1分で下腹全体に効かす腹筋というのを紹介します。下腹しっかりね効かせば場合は主に足を動かす腹筋になります。そして足を動かすだけでももっと効かす場合はお尻も浮かします。なのでお尻と足を一緒に浮かしながらやる腹筋が下腹に主に効いてくれます。で、今回はですねやり方を説明します。腰が浮かない方がいいので、今回は寝たままじゃなくって体を少しね起こしておきます。手は両サイドに、肩の一直線上に手を広げて腰をつけて、こっからですね上に上げる、少し膝を曲げておきます。上に上げる、斜め上に上げる、斜め上に上げるという感じで3方向をね動かしていきます。で、足だけじゃなくってお尻も少しね浮かしてやってください。で、きつい方は体の起こし具合がこれぐらい、まだいけるよって方はもう少しね体を寝かしてください。もう腰が床につくぐらいです。これぐらいが、ね、一番きついです。これぐらいはまだ楽です。そこはお任せします。というわけで正面、斜め横、斜め横っていう感じで3方向を1分間一緒に動かしていきましょう。ポイントは腰を床にできるだけつける、お腹をしっかり力を入れて、おへそを眺める感じで行ってください。では1分間やっていきましょう。はい、スタート。しっかりねお尻も上げてください。手はね、少し動いてもいいです。あと30秒。ああ、お腹が熱い。やばい。軽く起こして、あと10秒。3, 2, 1, rest. お疲れでした。1分、短いようで長い。だけど長いようで短い。まあ、これぐらいがね、一番いいですよね。1分ぐらいがね。うん。お腹が結構もううっときますもんね。例えばですけど、今1分やったので、翌日ですね、お腹少し引き締まった感じします。例えばこれをもう2セット、3セットってやっちゃうとですね、翌日お腹の力がもう入りませんから、翌日お腹が出ちゃう感じになります。もちろんそれもありなんですけども、まあ、適度にね、お腹を引き締めておきたいっていう人は、まあ、これぐらいがベストです。お腹割りたいよとかね、そういった方はね、もう3セット、4セットいっぱいやってもらってもいいんですけども、まあ、翌日お腹が出ちゃうっていうのがちょっとね、まあ嫌かなっていう方は、これが1分間をやってみてもらえたらと思います。腹筋っていうのはですね、だいたい2日ぐらい経ったらお腹の力がまた抜けてしまってですね、ポコッと出ます。なので適度に毎日ね年ぐらいはやる方がお腹はやっぱりキュッとね力が入った意識がいきますんで、まあ、毎日適度にやることをお勧めします。頑張った方はグッドボタンやコメントお待ちしております。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。We'll be right back.